今回はキャッチャーのキャッチング、左側のキャッチングについてご紹介していきます。ここでの目的はキャッチャーミットを持つ側の左側に対して、右投げの選手であればミット側のコースをしっかりと足を使ってベースの方に寄せていく、こういった目的になっていきます。注意ポイントとしましては、ミット側のコースになっていきますので、どうしても手の部分だけの補給というのが意識の中で起きがちになります。しっかりと足を使って運んでいく、こういった部分には注意をして取り組んでいきましょう。練習方法の注意ポイントとしましては、まずしっかりとベース側の方に寄せていく中でキャッチングを足を使って行っていく。この中で外側の方に流れてしまったり、極端に取り方をずれすぎないよう、なるべく構えた状態のままでベースの方に運んでいく、こういった部分には注意をして取り組んでいきましょう。それでは練習方法をご紹介していきます。エースボール1